原田義恵は、日本の生物物理学者、京都大学物質細胞、統合システム拠点教授を経て、大阪大学タンパク質研究所教授、元日本生物物理学会会長、静岡生まれ。子供の頃から理科が好きで、生物の成績が良かったため、茨城大学でゾウリムシの研究を行い、1982年、茨城大学理学部生物学科卒業。 1984年、茨城、大学大学院理学研究科生物学専攻、修士課程終了。茨城大学には、博士課程がなく、大阪大学から誘いを受け、1988年、大阪大学大学院基礎工学研究科物理系、専攻博士後期課程終了、工学博士、日本学術振興会特別研究員。大沢文夫研究室出身、 1990年大阪大学基礎工学部生物工学科研究生。同年大阪大学基礎工学部生物工学科教務職員。1991年井上研究省令賞受賞。1992年新技術事業団柳田生態運動士プロジェクト研究員。1997年科学技術振興事業団。 クレスト生命活動のプログラムチーム13、研究員。1998年慶応義塾、大学理工学部物理学科専任講師。1999年大学婦人協会、森高学研究奨励賞受賞。2000年東京都、臨終医学総合研究所生理活性物質、研究部門室長。2000年慶応義塾大学理工学部客員助教授。 2001年お茶の水女子大学大学院人間文化研究科客院助教授2004年東京大学大学院診療域創生科学研究科客院助教授2006年法政大学工学部非常勤講師2008年京都大学物質細胞統合システム拠点特定拠点教授 同年京都大学物質細胞統合システム拠点教授。2016年大阪大学タンパク質研究所タンパク質ナノ科学研究室教授。2019年日本生物物理学会会長。ありがとうございます。